こんにちは、ファブリカです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは刺繍やソーイングのコツをお伝えしています。今回から数回にわたってお正月刺繍キットの作り方を説明します。1回目の今日はこの鏡餅っぽいうさぎと2023の数字を刺繍します。それではご覧ください。図案と綿麻の生地、ブナ材の刺繍枠、刺繍糸が付属します。図案は刺繍しながら少し変更しています。キット付属の用紙は修正後のものが届きますのでご安心ください。刺繍糸は黄色、2本取り、サテンステッチです。図案の中に返し縫いをして糸を固定します。図案の中心一番広いところに1本刺してそこを境に下を刺して上を刺してというふうに分割して刺していきます。緑の葉っぱは後から上から乗せて刺すのでこの段階では無視して刺してしまって大丈夫です。ちょっとここがへこんでいるので上から付け足します。刺繍糸の色を変えてサテンステッチで葉っぱを刺していきます。さっき刺した黄色の糸に上からザクッと糸を割るように刺してください。糸を白に変えてうさぎの耳を刺していきます。ここもサテンステッチです。同じように真ん中の一番長いところを刺してそれぞれ刺し埋めていきます。刺す方向は左から右、右から左、どちらでも好きな方で刺してください。刺しているうちにそれぞれの刺しやすい方向が分かってくると思うのでいろいろと試してみてください。顔と体を刺していきます。この顔の部分は狭いのでサテンステッチで体の方はちょっと長いのでロング&ショートステッチで刺していこうと思います。ここもサテンステッチの基本ですね。一番長いところを刺してパーツに分けて刺していきます。糸を平行に並べて隙間ができるだけ開かないように刺していきます。もし隙間が少しできてしまっても上から刺し足せば大丈夫です。あまりたくさん刺すとちょっと厚みが出てしまいますが数回だったら大丈夫です。ちょっと見にくかったので角度を変えました。ここまで来たらみかんの横はちょっと短いステッチを刺して埋めていきます。真ん中から下半分も同じように埋めていきます。顔のパーツは無視して埋めてしまっていいです。体はちょっと横幅が広いのでサテンステッチではなくロング&ショートステッチで刺していきます。これもサテンステッチと同じように中心から刺していくとどちらかに傾くということが少ないので刺しやすいと思います。ロング&ショートステッチにはいろんな刺し方があります。私も作るものの仕上げのイメージとか今この刺し方が気に入ってるとかそういう理由でいろんな刺し方をするんですけれども、
大きく分けて2つの方法があるかなと思っています。1つは規則的にきちんとピッチを決めて刺していく方法と、仕上がりはどちらかというとこう糸の影がしっかりと出るっていう感じですね。でもう一つの方法は私がよくやっているんですけれども、長い短いをそんなに、きっちり分けずになんとなく混在するというような刺し方をします。とこっちの方はどちらかというと仕上がりがフラット気味で、サテンステッチと混ぜて使ってもあまり違和感がないなと思っています。このうさぎの体を刺繍する時も好きな方を選んでいただければ大丈夫です。それでは次の列を刺します。今の状態でへこんでいるところにつながるステッチを刺していきます。糸の向きがあっちこっちにならないように延長線上に針を刺します。で今短いステッチに続くステッチだけを刺しているので隙間が空いている状態になります。で次、今の状態でへこんでいるところにつながるステッチを刺していきます。この空間を埋めていくというような感じです。ロング&ショートステッチの、刺し方の詳しい動画が別にありますので、ちょっとここでは説明しきれないところもあるので、わからない方はそちらをぜひご覧ください。次に糸を赤に変えて座布団を刺していきます。縦縦にずっとサテンステッチを刺していきます。ここの四隅の房はストレートステッチです。次に消えてしまった顔をチャコペンなどで描きます。口と鼻は描くのをやめました。ストレートステッチを2回ずつ刺します。ストレートステッチを2回以上刺すとサテンステッチと呼びます。刺繍糸を3本取りにしてバックステッチを使って数字を刺していきます。バックステッチは1目戻って2目先に針を出すという風に進めていきます。穴は同じ穴を共有していくと綺麗に仕上がります。針を出して1目戻ったところに針を入れて、そこから2目先に針を出して1目戻って針を入れるというのを繰り返していきます。図案が終わりに近づいたら
あと何目で刺せばちょうどいいかなというのを考えながら幅を決めていってください。はい、今日の動画はこれでおしまいです。他のモチーフも順番に動画を上げていきますのでお待ちください。最後までご覧いただきありがとうございました。